こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの非常に有名で、人気の高いレンズになります。ズミレックスの 50mm、第一世代ファーストバージョンになりますね。貴婦人の異名を取るですね、大変美しいレンズになっております。ズミレックスの 50mm F 値が 1.4 ですね。シリアルが1845664ですので、1961年ですね、製造の、はい、こちらドイツ製ズミレックス 50mm ということになりますね。はい、では外観から見ていきます。ご覧の通りですね、非常に美しいルックスを持つレンズですね。ズミレックスの 50mm です。目につくすれ当たり、へこみとかですね、汚れといったものは見当たらない、大変綺麗な個体であると言っていいと思いますね。でご覧いただいている通りですね、うっすらと、まあ使用感、経年感はありますけれども、本当目につくようなこのロールと摩耗ですとかすれ、傷などは見当たらないですね。どっかに落として歪んだりぶつけたり、擦ったりしたような跡もないですね。マウント部分も綺麗です。はい。ご覧の通りですね。大変綺麗です。備品と言って差し支えない状態だと思いますね。でもって、レンズも綺麗ですね。前玉、後玉、ともに、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗など見られない、大変美しい状態を、キープしております。中玉にも曇りかび、バルサム切れなど見当たらないですね。はい。チリホコリがですね、ちょっと肉眼でちらほら、見えますけれども、もちろん撮影して画質に影響のあるレベルではないですね。はい。ビデオでは全然見えないと思いますね。はい。絞りの動きも軽快で、羽の痛み、錆、汚れなどないですね。油の乗りもありません。はい、ピントヘリコイドも、はい、ちょっとやや重めですけれども、動きムラはないですね。一定のトルクでいっぱいまで動いております。はい、ピントヘリコイドやや重めですけれど滑らかです。はい、付属品はリアキャップ、それとこちら釣り面加工が施されております。ズミレックス専用のフードですね。こちら挟み込み式でこのようにご使用いただく感じになっております。はい、こちらもですね、フードもちょっとですね、こういってぶつけたりとかですね、ちょっとこう、これなんだろうな、汚れがちょっとついてますけれども、大変綺麗な状態ですね。はい、ご覧のような感じになってます。はい、それとですね、こちらフードをこう逆さまにつけてもらって、こちらを、パチンとつければですね、はい、フロントキャップとしてご使用いただけるようになっております。はい、非常にいい状態の、ズミレックス 50mm 第一世代ですけれども、はい、全体的な分解整備、清掃をですね、改めてご依頼いただける場合はですね、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け忘れていただきますので、ぜひご利用くださいませ。ということで、非常に状態のいい、はい、貴婦人の異名を持つレンズ、ズミレックス 50mm の第一世代シルバーになりまっております。前後キャップと、受精フード付きになっております。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。